はい、令和整理書パート2でございます。免許更新に行く旅すがら20分喋ってもまだ目的地に着きません。まだ時間かかりそうですね。じゃあね、結婚後のちょっと男女の浮気感についてちょっとお話しましょうか。まあ、私の個人的な体験では浮気する意思が全くないんですよ。結婚するまではね、たくさんの女性と同時に遊ぶことが楽しかったんですけども、結婚してからはね、浮気をしない環境を自分で意識して作ってきたし、なんかやっぱ一人の人を愛すると楽ですね、いろんな意味で。なんですかね、後ろめたさが全然ないっていうのが一番ですか。そればかりがちょっと誇らしいですよ。他に全然行ってないっていうのがね、楽ですよね、すごく。あちこち都合つけなくていいし、まあ女の子から電話かかってこないんで、なんかカッコつけなくてもいいですしね。でも私の個人的な体験はそれとして、なんか結構その浮気は結婚後10年とか20年とかいろんな時期があると思いますけども、割とあるみたいですよ。男性の方がする場合もあるし、女性の方がする場合もあるし、どっちにしても。でも浮気って基本的にむちゃくちゃリスクが高いんで、私はね、やらない方がいいかなと。もしどうしてもやりたいんだったら、お金で済む関係がいいんじゃないですか。要するに、まあ浮気をしていてもちゃんとね、お小遣いをあげるなりもらうなりして、金の切れ目が縁の切れ目にしておくと一定の言い訳は成り立つんですよ。浮気したでしょっつったらね、違う違う、援助交際だからとか、お金払わなければもう縁がないから、それだけだから、金だけの付き合いだからみたいな感じでね、それだと言い訳も立つんじゃないですか。でもっといいのは、そうやってなんか口約束の関係とか素人関係じゃなくて、ちゃんとね、そういうお店を使うこととか、仲介業者さんを使って男性でも女性でもマッチングアプリなりなんなり、業者さんが挟まれるやつがありますから、そういうのに経費を払ってリスクヘッジをしたらどうかなと思いますよね。どうしてもしたかったらですよ。で結局浮気ってね、やってる時はぼーっとしてるでしょうけども、ぼーっとしてね、いいでしょうけども、全然いいことないですからね、トータルで考えたら。失った信頼はとりあえずもう帰らないんですよ。で私の場合、結婚する前お付き合いをしてる時に他の女の子と付き合ってたことが、まあ何度もバレてるわけなんですけども、そうなった時に一部の人はやっぱ怒るとか悲しむわけですよね。そしたらその問題が解消した後もお付き合いしてるうちに、例えば一緒に映画を見る時になんか三角関係とかっていう場面がね起きたらね、もうその時点でお互い気まずいんですよ。爽やかな視点でそういったね画面が見れなかったりとか、あとはなんかね、やっぱ後ろめたさとか気まずさっていうのはずっとね抱えていっちゃうんですよね、ことが収まっても。だからあんまり、面白くはないなと思いますけどね。いやでも本当信号をよく捕まるね。こんなこと毎日やってんの皆さん。だってもう、だって通勤っていうか、私は30分もうこうやってるわけじゃないですか。で当然ガソリン代も食いますよね。燃費も悪いし、止まってばかりいるから、なんだよこれとか思っちゃいますよ。でこれ一人にしてもこれだけ生産性が落ちてコストがかなり上がって、むちゃくちゃもったいないなと思うわけですよ。今日朝8時半になってない時間で、わ今日むちゃくちゃロスってるじゃんと思うわけなんですよ。まあ、普段の暮らしとこう比較するわけじゃないですか。そしたらこれを何百人何千人の人がね、こんなことをやってるんだったら、この国の生産性上がりようがないじゃないですか。今見えてる車の台数だけ無駄なことしてるわけですよ。これ通勤が無駄なんですよ、もうまさに。何なんだと思いますよ。特に通勤5分とか10分ならいいと思いますけども、30分とかね、1時間とかかけてる人もいるでしょ。だから通勤時間30分1時間かけるんだったら、例えばまあね、月収が100万とか200万って人ならいいですよ、割が合うから。でもこんだけ無駄して月に20万とか30万しかもらえないんだとしたら、もうどれだけね労力が無駄になってるのかなと思っちゃいますね、私はね。
いやーぼやきますね今日は特に。な、浮気のことでしょ。いやもう今私全然その感覚ないんですけども、ありがたいことに、ね、なんか若い女の子が言い寄ってきても多分あんまりなびかないですね。若くなくても余計なびかないし、でもなんか誰かをちょっとあてがってあげようっていうかね、紹介してあげようって気持ちにはなるかな。いや俺がみたいなのなんないですよ。まあだから良かったね、こういう精神状態も意識して作っていって、まあ作り上げたっていうところがあるのでしょうきっと。まあ奥さんもね相変わらず若くて可愛いんでね、それもあると思いますけど、でも奥さんが可愛く見えるために結構ね、あのアパレルのプレゼントしてますからね。それはやっぱり奥さんに対してそういうようなことができるのは旦那さんしかいないでしょ。やってあげないと、奥さんがより可愛くより綺麗になるために美容器具も結構買ってあげましたしね。別にこれね自慢してるんじゃなくって、奥さんが美容器具を買おうか買うまいか自分のお金で悩んでるんだったら、美しくなることにじゃあ俺も協力するわみたいな感じでポンとね出してあげればいいわけですよ。もう5万でも10万でもね、別に日々お願いされるわけじゃないし、その美容器具飽きるのに半年とか1年ぐらいはやってくれるでしょ。でうまくいったらずっと使ってくれると思いますね。そのぐらいは、まあ、男の力量でやってもいいんじゃないかなと思いますけども、まあ正味お金の問題がついてもあるんで、だからビジネスで稼げるような自分になっておくとかね、今の収入にプラス3万とかプラス5万ってのをできる自分にね、ポイントサイト使ったりとか、それこそみんなの銀行やったりとか、これできるわけですから。自分のオリジナルコンテンツ作ったりとかね。今そういう時代ですよ。オリジナルコンテンツを作るなんて言ったら、すごい大変に思いますけども、単なる動画で撮影した自分のトークでいいわけですから。まあそれじゃダメよって方には、それ相応のものをね、また作ってあげればいいわけなんですけども、デジタルコンテンツの作り方ぐらいはマスターしておいた方がいいですね。もしマスターしたいっていう方で、どうやったらいいのか分かんない方は、速稼塾で、このデジタルコンテンツの作り方ぐらい、いくらでもお伝えして、体得してもらいますから。そうすると、売れる商品を日々作れるってことになるわけですよ。そしたら、副収入を得れる可能性がガンガン広がりますから。いい話でしょ。よし、じゃあ、福山駅前をやっと超えた。時間むちゃくちゃかかったよ。こっから逆に下りに入るんで、道は空いていくに違いないと思うんですが、どうでしょうか。尾道方面、三原方面に向かうから、混むことも考えられますね。特に、川を渡るときに、橋を渡るでしょう。橋ってのは、要するに幅が制御されますからね。だからその分だけ混雑が出てくるのかなと。もう混んでるよ。早速何なんだよ。無駄この上ないね。こうやって喋るのも疲れてくるじゃないですか。ちょっと人の車内でもチラチラ見てみようかな。あ、真横にいるコンパクトカーの女性はなんかもぐもぐ食ってますね。あ、喋ってますね、なんか誰かと。なんか喋ってる、なんかリモートで喋ってるんちゃう、あれ。はい、なんかくたびれてます皆さん。ニヤニヤしてるの私だけですね。バスに乗ってる人、あー、くたびれてますね。もうね、この時間からくたびれてダメですよ。元気一発いかないとね。無理か。元気が出る要素なんかあります？ないね。よし、あ、スムーズになってきたね、流れがね。やっとまともな巡航速度ですと思ったら車詰まってる、やっぱり。幸福の科学前を通ります。
ちょっと追い越し車線入りましょうか。第二走行帯に入ってベルファイアが左手に見えて、1台前にまたベルファイア、ほんとよく売れてるなこの車。今日私セルシオですけども、ベルファイア乗ることも多いですからね。赤信号か。勘弁して。でももうちょっとかな、目的地まで。運転免許センターね、もうちょっとなんじゃないかなと思いますよ。場所はどこだろう。瀬戸町山北目的地。広島。瀬戸町山北54-2、54-2、完了。どうだ、どのぐらいだと。あと3-4キロですか。あ、じゃああと10分ぐらいで着くかな。あとはこのセルシオ君奥駐車場が空いてるかなってところですけども、まあ空いてるでしょう。ヤマト君は無事に出発体制に入ったかな。じゃあ橋の上で停車です。左手の方にね、あの明王台だったかな、まあそういった町があるんですよ。確か30年ほど前の新興住宅地ニュータウンで、あそこでねジョグ歌謡ヒットチャートの公開録音があって、そこに出かけた覚えがありますね。高校1年生の時だったと思いますけども。でそこに藤谷美貴ちゃんとか 2B とかっていうね、あの売り出し中の新人さんとかが出てきて歌ったり踊ったりしてたわけですけども、そこにまあね高校の時の同級生と公開録音ですから遊びに行って、あのそこでね私の友人の一人が女の子に逆ナンされてね、おいおいなんで羨ましいなと思いましたね。確かに背が高くてかっこいいやつだったんですよ。羨ましいね。で私は別に声かけられなかったんですけども、あすげえ混んでる反対側が。やっぱりあれだ、福山駅を中心に上りと下りってで設定するとしたら、福山駅に向かってる方向は混むんだ、どの道からも。ってまあ当たり前のことをね言ってますけども、駅から離れるに従ってどん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 こう空いてくるみたいなね、そんな力学が働いております。ということでね、目的地まであのこのペースでもう行けるんじゃなかろうかと。あ、急になんかこう体が楽になりましたけども、反対側を見るとこの渋滞模様にはヘキヘキしますね。あーでもほんとまだ混んでるわ。しょうがないのかなこれ。え、困んでくれよ。あ、新幹線行ってらっしゃい。新幹線なんて交通インフラもあってね、まあ、人があちこちにバン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 移動できるようにはなったんですけども、そもそもこんなに人って移動しないと日々暮らしが成り立たないもんなんですかね。なんかね、こっちにいる人があっちに行って、あっちにいる人がこっちに行くぐらいなら、こっちにいる人がこっちのことして、あっちにいる人があっちのことすればいいような気がするんですけど、なんでこうなっちゃうんでしょうね。まあね、わからないでもないですけども、なんとかなれよと思っちゃいますよそれ。多少の移動はしょうがないにしても、移動しすぎだろうという気がしないでもないけどね。
ダンプが左手に見えますね。コロッケの三遊紹介、ドリームヤマト、あ、もうすぐじゃないかな、もうすぐ、私の目指すところはもうちょっとだと思います。ドケ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 。まあでもね、免許をこうやって更新するところがあるんですけども、まあまあ近くて助かりますよ。県北の方とかむちゃくちゃ遠いわけでしょ。そう考えると私なんてのはね、まだね、あの広島市内にいた時も石内まで結構距離ありましたけども、まあそれでも行けない距離じゃなかったですからね。それが救いかな。まあ自宅で免許の更新ができるようにしてくれよと思いますけどね、費用がプラス5000円とかかかってもいいからさ、そっちの方が絶対いいですよね。だってこの免許の更新のために今日会社休む人もいるんでしょ。お、もうすぐか。よしよし、通り過ぎたらこれね、入るのが非常に困難なんで見逃さないようにしないと。看板出てるかな、頼むよ。え、どこだ、まだかな。免許センター、どこどこだ、 あれか、へこんでるところがある、あれに入ればいいんだ。よし、あ、お仲間かな、あの辺も。よしよしよし、間違えずに曲がれたぜ。もう本当にね、数年に一度しか来ないんで、どのぐらい時間かかるのか、どこで曲がればいいのか、すごい不安ですよ。あ、なるほどね、このショッピングセンターの向かいなんだ。帰りエブリィで買い物しようかな。オッケー、よし、免許センター行くぜ。はい、この信号で、あ、行かしてくれよこの信号で。でかいよこれで行けるのといけないのと、何やってんだよ。ああ、曲がるやつらみんな免許の更新なんだろうな。はい、ということで撮影2回目終わります。